プラモの時間をご覧いただきありがとうございます。本日はボディの塗装から行っていきたいと思います。まずボディの塗装ですが、箱絵の通り少し暗めのシルバーとガンメタのツートン、トランクとバンパー部分をブラックで塗装を行っていきます。まずはシルバー部分、ネットなどで実写の色味を参考に手持ちの塗料を見比べ、タミヤのマイカシルバーで塗装をすることに決めました。下地にブラックサフェーサーを吹き付けてあるので、狙い通り少し暗めのシルバーに塗装できたかと思います。ボディ塗装の工程としては、いつも通りの3工程。1周目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2周目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3周目は各部、ムラのないよう塗装していきます。次に上半分をマスキングをし、ガンメタ部分を塗装していきます。こちらはクレオスの黒鉄色をチョイス。個人的にはタミヤのガンメタより粒子が細かく綺麗にまとまると思っているので、ボディ部分へのガンメタの塗装はクレオスの黒鉄色を使用しています。こちらもムラのないよう吹き付けていきます。次にトランク部分、バンパー部分以外をマスキングをし、ブラックに塗装していきます。こちらはタミヤのブラックをチョイス。まずはマスキングですが、せっかくシルバーとガンメタ部分がうまく塗装できたので、曲面追従型のマスキングテープを使用するなどし、ブラックがはみ出して失敗することのないよう念入りにチェックをしてから塗装をしました。塗装完了後ははみ出し部分をチェックしましたが、完璧な仕上がりとなり大変満足しています。これでシルバーとガンメタのツートン、部分的にブラックの塗装が完了。綺麗に仕上がり、がぜんモチベーションが上がりました。次にピンクサフェーサーを吹いてあった付属品のベルーガにレッドを塗装していきます。こちらで使用した塗料はクレオスのレッド。各パーツムラのないように塗装を行いました。次に内装パーツの塗装を行っていきます。セリカ WX の内装は赤っぽいブラウンで、説明書の指定には春レッドをベースに塗装するよう指示がありました。実際に塗装してみると結構な茶色寄りの赤でしたが、気にせず続行。チョコレートみたいな色になりました。次にマスキングをし、少し暗めの春レッドを意識し、他の部分を塗装してみました。マスキングは幅が広めのテープを使用し、はみ出た部分をデザインナイフでカットしていきます。マスキングの作業はカーモデルを作る上で避けては通れない箇所です。個人的には一番苦手な作業ですが、集中力を切らさぬよう頑張ってマスキングを行っています。マスキングがうまくいくと当然仕上がりにも差が出てきますので、しっかり塗り分けしていきたいところです。
デザインナイフでカットしにくいところはマスキングゾルを使用。しっかりマスキングゾルが乾燥したら、少し暗めの春レッドを塗装していきます。シート部分、ハンドル、内張りやコンソールボックス、ダッシュボードなどの内装の塗装が完了しました。最後にシルバーで塗装する部分として、ベルーガのホイール部分を塗装し、これでエアブラシを使用した塗装はすべて完了となります。次にデカールを各パーツに貼っていきます。ぬるめのお湯を準備し、デカールを投入。 1,2 分程度浸し、台紙から素早くパーツに貼っていきます。今回のセリカ WX は昔に製造されたものですので、デカールも割れやすいので気をつけて貼り付けを行いますが、やはりトランク部分のデカールが破れてしまいました。なんとか修正し、ボディに定着させていきます。次にベルーガのボディにデカールを貼り付け、こちらは破れもなくうまく貼り付けることができました。デカールを貼ったら、そのパーツに対し綿棒を優しく転がし、水分と空気を除去しながらパーツにフィットさせていきます。タミヤのパーツに対して青島のホイールを組み込むと、ボディと合わせた時にホイールがボディからはみ出してしまいますので、まずはオフセットを調整し、スライチになるようにしていきます。だいたい1ミリ内側に入り込む形となりますので、1ミリほどタイヤ側のパーツをカットし、ヤスリで平坦にしていきます。次に車高を調整。車高を1ミリほど下げたいので、サス部分を1ミリカット、プラスチックを切断できるノコを使用しカットしていきます。次にサスのカットした部分に1ミリの真鍮線を入れ、支柱を作りたいので、ピンバイスで1ミリの穴を開けていきます。本来であればもう少し太めの2ミリほどの真鍮線の方が安定感がありますが、手持ちに1ミリの真鍮線しかなかったので、今回は1ミリの真鍮線で作業を続けていきます。穴を開けた部分に真鍮線を接着剤で取り付け、次にサスパーツのハブ部分裏側からも穴を開け、ホイールにサスピンを通し、サス部分の調整は完了。接着した部分が固定される間に他の下回り部分の組み立てを行います。サスを固定する部分の上下と舵切りを行うパーツ部分も調整が必要になってきますので、サスに固定した真鍮線を固定できるように、プラ板を細かくカットし接着していきます。接着が乾いたら、ピンバイスで穴を開け、1ミリの真鍮線が固定できるように調整。足回りの接着が固定するのを待っている間に、マフラーなど取り付けられるものを順番に取り付けていきます。まずはリアのアーム部分を接着。余談ですが、リアの車高調整などは特に必要なく、オフセットのみの調整だけで済みました。手持ちパーツの中から適当なフラワッシャーを取り付け、オフセットの調整が完了。最後にマフラーを取り付けます。接着が乾き、真鍮線が固定となったサスをシャーシーに取り付けていきます。
真鍮線が1ミリと細く繊細なので、慎重に進め、なんとか全てのパーツを取り付けることに成功しました。最後にシャシーとフロントアーム部分のパーツを接着し、クリップで固定。このまま乾燥させていきます。最後に内装パーツをシャシーに取り付けていきます。まずはセンターコンソールから、次にリアシート、フロントシートを取り付け、ここまでを取り付けたら、ある程度接着を乾燥させ固定したのを確認し、ダッシュボードと内張りを取り付けた方がいいかと思います。また内張りはとても接着しにくいので、ある程度手やテープなどで固定しながら、速乾タイプの接着剤で取り付けるといいと思います。最後にラケッチマットを取り付け、内装が完成となります。こうして形になってくると、完成が待ち遠しくなります。かっこいいストリート系のセリカに仕上げる予定で、残すはボディ関連の取り付けや仕上げとなります。本日の制作は以上となります。今回使用した工具などは概要欄に貼っておきますので、参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、高評価も合わせてよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。